部長です。紬だよ。今回は研究者の依頼か。まずはそこからね。まあしかしこれだけ見ると本当依頼をこなしてきたな。でもまた村長の依頼をクリアしたら増えるよ。そこはそうだろうな。だがなんか終わりも近づいている気はするな。確かにある程度のものは作れるようになったし。そうだよな。と依頼のピン止めはサンゴになっているが、ちょっとこれは間違い。とりあえず前回で作れるようになった爆弾布を作ってみようかな。まあ納品物でもあるしな。それにこの辺なら今ある材料でも作れそうってのはあるからね。少し燃料系は気になるが、まあ本当に必要になるかは確認だね。よし、これで爆弾の製造準備が整った。おいおい一気に飛ばしたな。やっぱり作ってるところもなんかね。で材料は何だった？肥料と石灰石ね。肥料はいいけど石灰石は自分で取ってきて箱に入れてあげないといけない。それで妥協したか。さすがに石灰石をここまで運ぶのは無理があるからね。まあ確かにな。で次は布の確認。これだと樹皮にロープか。これなら旗織り機をもう一つ用意してって感じだな。よし、布の方も大体準備が整った。樹皮にロープは問題なさそうだな。あとは納品のために配達係を手配ってところまでね。まあこれで一旦爆薬と布の目処はついた感じか。それよりきついのは運搬だろうな。確か材料にしのは、そして配達スパーク。なるほど。そしてどこで作るかってのも結構重要だと思う。土台が制約になるからな。ほんとそこだよ。土台が中小並んでるところはないから、せめて巨大岩の近くにとは思うんだけどね。まあそれが妥協点か。まあ最悪材料はそれぞれ作っているから手動で配置ってのもありだけど、あくまで箱は用意するけどね。じゃないと厳しいよな。そりゃ。しかしだとしてもここからはかなり時間がかかりそうだな。おそらく布と爆薬はさっさとできると思う。問題はスパークの方だな。とりあえず仕掛けを作っておかないと。少し行き詰まっちゃったな。どうした？なかなか運搬スパークの製造所に適した場所が見つからなくて。なんで気分転換にまだ作ってなかったもの。何を作るつもりだ？供給チェストね。これ材料を入れておけば装置を設置するときにそのまま利用できるやつか。そうそう。ただあくまで設置するときにだから、いつでも取り出せるわけじゃないのは注意ね。でここに設置したってことは、ターゲットは角材といた。それがあれば道しるべとか箱とか材料不足でってこともなくなるし。それなら丸太や石も準備したいところだな。だね。まあ最初だからってことでここで見せてる。なるほど。これからどんどん設置していくわけだな。まあ急に材料どうしたのって思われるのもね。まあ紹介だな。じゃあ本当運搬スパークの準備しないと。布も爆薬も全然進捗してないのは気になるが。運搬スパーク優先して探索しちゃったからな。それでか。本当言えば所さっさと見つけないと。どうした？運搬スパークの件だけど。場所が決まったか？もう諦めてゴツゴツスパークを作っていたところにね。で今配達を箱に詰めてる最中。石の輪はその手間の箱にね。ということはもう手動で配置して作っていくことにするのか？本当言えばしょなくって。まあ時間はかかるが地道にやるってことだな。だね。悩んでる時間だけがほんと増えてく。まあそれもしょうがないな。とりあえずできる限り材料配達の回数を減らすように。樽を用意したか？一旦そこに材料を入れておく。これなら箱台使ってもいい気もするが。まあちょっと疲れてうまく考えられてないのはある。そもそもこの大きさだと物置と変わらないし。かつ手動で配置するならなおさらな。なんだよね。まあとりあえず運搬スパークの目処は立ちそうだから、仕掛けをしておいて探索に出かけるか。爆弾と吸引探しね。それで見つければ一つずつは手に入れられるから。それで研究者の依頼を達成ってことだな。まあだとしても運搬スパークの納品がネックになるだろうな。ようやく探索に出かけたみたいだな。それでもなかなか神殿見つけられない。でもわざわざここを見せてるってことは、転送装置を見せたかったわけじゃないからね。この先また平地に戻るのか？いや、このマップ見てわかる通り世界の果てまで来てしまったか。なんかそんな感じなんだよね。普通に歩けているな。ほんとね。しかしこれではスパークの神殿内だろ。そう思う。だけど一旦マップ全体を確認するにはちょうどいい機会。ここから山脈のバイオームに沿って東を目指すよ。それで範囲を見極めるか。あと運が良ければ山脈の方に神殿見つけられるかも。でここから加速か。
さすがに橋をぶるっとってなるとそれなりの距離があるからね。確かにな。こうして見るとところどころ山脈に戻っていけるところも見えるな。だね。この辺はまだ未作成で新しいバイオームを準備してるんだろうな。そうなるだろう。と北端まで来たかな。そんな感じだな。まだそれでも中央まで戻れてないからまだまだだな。賭博団発見。これは収穫だ。とどうした？いや、ここで言っとかないとまた来るの面倒だなって。しかし登れるのか。実はこの岩ね。笛吹サンゴか。これは上方向に。って感じで登れる。これで神殿を起動か。しかしここはほんと神殿だけって感じの場所だな。周りに何も置けない。まあ持ち込むことはできるだろうが、ここで作る必要ないしな。そのためにも研究者の依頼なんだけどね。だな。まあとりあえず一つだな。この調子で回っていきながらもう一つも見つかるといいな。だね。でもそろそろステータス見たいんだけど。お、攻撃力が凄まじいな。ただ一回だけって。これだと投げたら終わりってことだろうな。まあやっぱ爆弾って感じ。材料的にな。イメージ的には岩が飛び散る爆弾ね。じゃあこのまままた東の方をぐるっと行こう。本格的に南東に向いてきたな。これが南、そして西に向かうようになれば都神殿。討伐スパークの神殿とあったな。今回のターゲットではないけどいい発見。おそらく次あたりなんだろうな。だね。この雰囲気だともうできてる部分は残り少ないだろうし。とここで南にはまだまだあるようだな。でもここで色が変わった。新しいバイオームの予定地かかな。とりあえず向かう方向も西に向いてきたし、となると南の方も終わりが近づいてくるな。てか村の東に。これもしかして村に入れるのか。さすがにそれは寒暖づらいな。確かにそうか。まあとりあえず向かってみようけど。ってマップの外出た。そんな感じだったな。さすがにこれ以上はやめとこう。オーバーフローを起こして止まるのも嫌だしな。これで運搬スパークの製造の準備も OK。 これから西の方を確認するのか。いやそれはしちゃった。結局何もなかったけどね。となると手神殿あるじゃん。しかも吸引。となるとこれで研究者の依頼の目処がつきそうだね。では早速向かおう。というかついたんじゃないか。こんな近くにあったなんて。軌道も問題なしだな。さあ来い。こいつが吸引か。なんか頭に袋がついてる。しかも顔のイラスト付き。その顔には意味ないだろうが。まあこれだと吸引って何をすんだ。近くのアイテムとかを集めてくれるんじゃないか。それならいいけどすぐにいっぱいになって何もできなくなりそう。確かにそれもそうか。それに集めた後歩き回られてもな。とどうやらあくまで引き寄せるまでのようだな。でもガスは吸えるのか。これだとペンダコ、そしてイカ対策にって感じだな。だね。攻撃力はないから完全に死んで。の割に運ぶ能力もあるな。袋が邪魔で持てない気もするのにね。まあこれだとは本当納品物の作成だけになったな。ここから長そうだな。まあカットしちゃから見てる側からするとすぐだけどね。その前に材料は見ておこうか。ゴツゴツスパークに袋か。全然想像の範囲だった。ふっ、ようやく終わった。かなり時間を使ったようだな。おかげで次の村長の依頼の納品物の準備も進めちゃったよ。それ自体は悪くないだろ。もちろんそうだけどさ。それに村長から依頼された納品物も数が数だろ。なんだよね、ほんとしんどい。まあそれももうすぐって感じなんだろうが。で、研究者の依頼を達成と。続けてきているな。と今度はスパークじゃない。毒ガス収集装置ときたか。てかフクエルって、これもすでに見てるんじゃないか。可能性としてはノータマジャクシみたいなやつかな。確かに顔はフクロウみたいだったしな。いや、もしかしたら何か気づいたか。まあそれはいいや。さっさと村長の依頼もこなさないと。それより研究者の依頼が気になるか。いやいや、もうしばらくいいよ。では村長の依頼だな。まあ製造自体は難しくないからサクッとね。満ちたいる。それに爆薬か。その辺はこれまで作ってたのを融通すれば。まあさっきので結果的に納品数以上に用意していただろうしな。だね。早速で働きに行かないのか。時年碑のアンロックもしておこう。そういえば
さっきの研究所の報酬で爆弾と吸引のスパークが手に入ってるからね。だがこの様子だと。それだけじゃダメか。ちょっと読めないし。これは未加工のエーテル。か。推察するとそうなりそう。まあいいや。あとできるとすると。これだな。まあこのための袋は準備してあるから。しかし HP 増加か。あまり気にしなくてもいいところだけど。ともしかしてこれって倍になった？ゲージ見るとそんな感じだな。まあこれならこれで価値ある気もしてきた。現金だな。まあいいでしょう。とりあえずスパークはセットしておこう。まあ物置に忘れてくるよりいいだろうな。ほんとね。作業優先してついインベントリーを片付けちゃうからな。それで余計な手間が増えたりするしな。じゃあ今度こそ村長の依頼をサクッと。ふっ。お疲れさん。とりあえず村長の依頼も終わり。これで報告したら次のランクだな。そしてまた依頼が増えると。繰り返しになってきたな。それ自体は前からでしょう。だな。でもほんともう大体のことはできるようになってるからどうなるだろう。これでだな。村長の依頼はまあ。これまで通り。石の先端ってのが。それに石炭か。そういや石炭は。まあ誰かの報酬だったんじゃないか。そういや姉妹から溶鉱炉もらったけど何もしてないや。まあそれは建てれば済む話だ。で今商人は次の依頼なかったな。じゃあ姉妹。ここで石の先端が作れるようになるな。しかし納品すな。石の輪ではまりそうだな。マッチェストさえ用意すれば放置でいいと思うけど。徒歩給係もなしか。木こりもなさそう。あとは研究者か。さすがに新しい村人が増えてるってことはないだろうし。というか異常みたいだな。あれ、なんか本当に終わりが近くなってきた気がする。あくまでアーリーアクセスだからな。とはいえここまででもかなりきついけど。で終わるのか。コントプレイ時間は長いんで。3時間だよ。次回も長くなるんじゃないか。しかもイベントも少なく取れたかも厳しそう。